皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。本日は2024年4月27日、札幌は気温も上がり暖かい晴天の日となっています。昨日ここ札幌のアウトドアショップ FLHQ にアークテリクスの新作シューズクラックの入荷がありました。夜はお酒を飲みながら実際に私が購入してみたシューズを紹介してという動画をライブ配信したんですが、改めて本日11時より販売開始、シューズもサイズごとに並んであります。どうですか。まあもう一度この朝簡単にクラックシューズ特徴を説明します。これはボルダリングやフリークライミングの岩場までのアプローチシューズ、ビブラムメガグリップのソールはウェットやドライや不整地のグリップがいいんです。そして内側は足の甲に当たる部分ですね、そこはニット編みになってます。この部分サイドウォールの摩耗に強い生地も全体的にこのセンターがこう伸びるのでしなやかさがあるんですね。トゥーカップは適度に硬いんですが硬すぎず柔らかい。そしてインソールが特徴的、このようなクッションの良いシンセティックヌバックのスエード、そして内側のシームレスな肌触りは素足に良い、ね、フリークライミングを楽しむシーンでは素足でクライミングシューズを履く、そしてレストするときにリレーするときにアプローチシューズに履き替える、それをクライミングのフィールドでは一日滞在する間に繰り返すわけですね。そして特徴的なのもこのヒールです。テープのループがついているのでこれはカラビナで下げることができます。そして何といっても素足でサンダルのようにかかとを踏んで履くこともできます、ね、これもクライミングのフリークライミングでした。もうビレーするときにはね、はい、突っかけてもうそれでいい。ヒールがしなやかなのでそれでもぴったりとフィット感収まりがいい。かかとのクッション性が良いなので、まあ、アプローチシューズのみならず十分タウンシューズとして硬いコンクリートやアスファルトのフラットな地面でも膝に負担が少ない、ね、いいんですよ。クッション性とグリップ性と。こちらクラックシューズメンズウィメンズともにご用意があります。販売価格は27,500円税込み。本日も開店となります、ね、
クランブルックハットはホラージュ、いいですね、再入荷したカルバスキャップ9,350円と、でね、綺麗なホワイトのシューズね、これはもうフィッティングはブラックのシューズでご確認ください。マンティス2とシューズもサイズごとに積んであります。私が今着用しているクランブルックハット SMLXL とご用意があります。こちらですね、いかがですか、アークマルチバードロゴショートスリーブグリッド模様のバッグプリント、ベータジャケットサイズ数が揃っています。いいですね、どうですか。そしてメインフロアはティラックとフーディニ、ウィメンも結構充実しています。そして人気の山と道、メンズのラックはファイブポケットパンツとダブルフェイスメッシュメリのスリーブレス人気あります。若干ですか、まだ UL シャツ、バンブーシャツと V 面のパンツ、そして大和道3ミニ2新色サイズまだご用意があります。クレッタルムーセンのメッシュキャップも評判いいですよ。そして2位もムーンライトリクライニングキャンプチェアです。そしてこちらはムーンライトエリートリクライニングバックパッキングチェアです。ニーモも明確にバックパッキングチェアとキャンプチェアと十分ご用意があります。そしてこちらのハット、この顎紐がついてて、私豊平川の河川敷は風が強いんですよ。そうした時にやはりキャップではなく顎紐のねついたハットはこうソフトなブリムは風を受けるとこうね上に上がって、まあ視界もいいで、風が終わるとこのように戻ると飛んでいかない安心感調整できます。こちらクランブルックハットは14,300円あります。いかがだったでしょうか。ぜひ FLHQ にてアークテリクスの新作シューズクラックご確認ください、はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。